ガマカツさんのアユの今年の一押しを教えてください。はい、今年の、弊社の一押しは、ガマアユ競技スペシャル V6、はい、競技で6代目の、になります。はい、長い間進化を遂げ続けての発表となりましたんで、今年うちの一押し商品になっております。企画自体は3種類3タイプあるんですけども、高中高タイプと、引き抜き早瀬と引き抜き急瀬であるんですけど、それぞれタイプが違いまして、高中高タイプは、先上司になっておりまして、泳がせ釣りなんかでいうかな、操作性が非常に重要視される釣りに向いてます。で、引き抜き早瀬のタイプなんですけども、一番オールラウンドに汎用性が広く、初期からまあ中期でどんなシチュエーションでも使っていただけるようなタイプになっております。で、引き抜き急瀬タイプなんですけども、急瀬、荒瀬、まあ荒瀬ほどまでいかないですけど、急瀬タイプの、押しの強いところや大アユにも対応できるようになっておりますので、急瀬タイプだけが1番2番3番とその上に、パワークロスシステムという、ねじれ防止のちょっとカーボンを縦と横だけじゃなくて斜めに巻いたようなやつやってシステムを入れてますんで、その引き抜きの際にねじれる、どうしても竿ってねじれてしまうんですけども、それを防ぐためにその1番2番3番に入れさせていただいております。で、3つとも共通のことなんですけども、穂先が、これ買っていただくと、3つ付属でついてます。純正、もともとついている、チューブラトップ、あ、ごめんなさい、まずチューブラトップともう一つがソリッド穂先、それと、弊社一押しの、テクノチタントップと3つ付けていただくんですけども、ソリッドはまあ繊細な、柔らかいんで、その分繊細な釣りをしていただく方で、まあ、チューブラはもともとついてるやつなんで一番汎用性が強いんですけども、弊社で一番おすすめしてさせていただいている、チタントップは中が、空洞になっておりますんで、張りをも非常に張りを保ちつつ感度が非常に良くなってますんで、ぜひこれを一度試していただくと、アユの気持ちが分かるかもしれない。アユの気持ちが分かるかもしれないです。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。